十二進法。十二進法は、十二を定とし、そこ及びそのべきを基準にして、数を表す方法である。十二進奇数法とは、十二を底とする、位取り奇数法である。十二進法での位取りでは、通常は0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、A、B の、計十二個の数字を用い、十を A、十一を B、十二を十。 13を11と表記する。なお、8と B が紛らわしいことを理由に、10と11の頭文字を取って、10を T、11を E と表記する例もある。本節では、慣用に従い、通常のアラビア数字を10新規数法で表記し、12新規数法の表記を括弧及び下フの12で表す。また、必要に応じて、 十神奇数法の表記も括弧及びカフの十で表す。十二神奇数法で表された数を十二神数と呼ぶ。十二神法の位取りでは、左に一桁動くと十二倍になり、右に一桁動くと一、十二になる。言い換えると、整数第2位は十二の位、整数第3位は百四十四の位である。十二という表記において、左の 1>, 1は12を意味し、右の2は2を意味し、合わせて14を意味する。同様に、12新規数法では、39は45、329を、50は60、5×12 を、100は144、112を A、1A6 は270、1 1十二0 1 2 6を、500は720、5×12 を、1000は1728、 一十二を、十一 A 八は二千。一十二、一十二、十十二、八を、六千は一万三百六十八。六十二を、一万は二万七百三十六。一十二を、それぞれ意味する。したがって、重心法の、四十五×十六イコール七百二十は12、十二、新法では39、三十九、十四、イコール五百と表記される。また、 60進法の補助期数を10進法から12進法に直すと、例えば10時30分は A 時26分と表記され、21520イコール645は21318イコール639と表記され、その約13520イコール64560も B318 イコール63950となる。 以下の表に、12進数で表記した12の累乗数と、それを6進数、そこが3の2倍、10進数、そこが5の2倍、20進数、そこが5の4倍に換算した数値を掲載する。ヤや奥との対比を分かりやすくするため、桁は4つごとに区切る。12進数は、そこが3の4倍で、20進数と同じく、そこが奇数の4倍であるが、 桁の繰り上がりが3から4桁レベルでは10進数より1倍半から2倍ほど遅く1万イコール273620進数より2倍半から5倍ほど早い5000イコール 11C0 イコール8640また12の累乗数と20の累乗数を対比すると12の6乗と20の5乗が最も接近する両者とも300万 前後、10A3A28 イコール10万イコール320万。同じ、そこが3の偶数倍である6進数とでは、3乗では6進数より8倍遅く、1000イコール12000イコール1728。4乗では6進数より16倍遅い。桁が一つ動くたびに数が12倍変わるため、小数第一位は、 12分の 1, 1の位、小数、第2位は、144分の1の位となる。したがって、12進法では、0.1、は1、12、112、112を、0.5、は5、12、5×12 を、0.01、は1、144、112を、0.03、は3、144、32を、0.14、は16、144、 一十二四十二を0.001は11728一十二をそれぞれ意味する。小数の3.9は4512を意味し、小数の0.39は45144という意味になる。したがって重心数の3.75は十二心数では3.9となり、 10真数の0.3125は12進数では0.39となる。前者は375、100、イコール3,4と39、12、イコール3,4が15、4で同値となり、後者は3125、1万、イコール3125、11コール5、16と45、144、イコール45、12イコール5、16が同値に、 なるからである。同じく、12進法の0.396の積は 1A6 となり、3.96の積は 1A6 となる。これらの数式を10進法の小数や分数に換算すると以下のようになる。12進法の小数では0.1が1、12なので、そのまま1ヶ月を0.1、6ヶ月を0.6、 10ヶ月を0、A として計算することができる。上記の3.9、6イコール 1A6 の数式を月数に当てはめ、数式 B の小数第1位を M ヶ月、整数を Y 年とすると3.9は3年9ヶ月、1A6 は22年6ヶ月とみなすこともできる。十二倍した数式 A の整数第一位を M ヶ月とすると十九。 は3年9ヶ月イコール45ヶ月、390は45年イコール540ヶ月、1A6 は22年6ヶ月イコール270ヶ月となる。2000年3月から1977年11月までは22年4ヶ月離れている。は 11A8.3 から 1189B イコール 1A4 と表記される。 この数式を重心法に直すと、2003、12から1977、11、12、イコール、1999、15、12から1977、11、12イコール、22、4、12となる。1A4 を12倍した、1A4 は268で、1A4 イコール22年4ヶ月イコール268ヶ月という、 ことになる。57.69及び57.69の章は以下の通りとなる。桁を一つ繰り上げて小数点を消すと、576は6 4九だが、576は810、つまり99である。576を桁で分解すると、5 × 1 2 7十2 6イコール72084、6イコール810となる。 さらに、十進法の五百七十六九イコール六十四も、十二進法では、四百九イコール五十四となる。五百七十六を桁で分解すると、十進法では五十七十六イコール五百七十六で五百七十六となるが、十二進法では四十二で四百となる。五十は六十なので、四を加えた五十四 も六64に等しい。別の言い方をすると、576個の9分割は64個は、4グロスの9分割は5ダース4個になるのに対して、5グロス7ダース6個の9分割は7ダース6個は、810個の9分割90個になるとも言える。10の累乗数、すなわち10進法の100いや1000は3で割り切れないが、12進法では割り切れる。 六進法も同様。十神進法の百、和十二進法では八十四、十進法の千、和十二進法では六倍と四となる。他の章は口実。十二進法で百を満点や全体値とすると、十神進法の百分率に対して、十二進法では百四十四分率となる。百四十四分率をそのまま十二進数で、 適用すると、3や6や9では割り切れるが、5や A、10では割り切れない。5や A で割り切る場合には、10進数または20進数に直すことになる。12進法では0.1が1 12分の1になるため、0.3は1、4になり、0.4は1、3になり、0.6は1、2になり、0、A、10進法で10。 12は5、6になる。その他、M、N として分数化できる一桁小数として、0.8は2、3となり、0.9は3,4となる。従って、ある数値に、0.4をかけると1、3になり、0.9をかけると3,4になる。位取りに応用すると、N の8倍は、N の12倍を2、3にした数値になる。このように、 一桁小数で三分割と四分割が可能になる。ただし、五分割はできない。他の N 信法との連関では、一三である零点四は六信法の零点二と同値になり、一四である零点三は二0信法の零点五と同値になる。十0信法での五部五部は、十二信法では六部六部となり、四分割は一四。 三、四を意味することして、三部、九部、三、九、三分割は、一、三、二、三を意味することして、四部、八部、四、といった方法で表現できる。また、十神法による、原八分目、0.8、0.9724の近似値は、十二神法では0、A すなわち、原十分目になる。同じく、十進法による割分離を十二進法による、 割分輪に直すと、10進法による2割5分は0.3、3割となり、10進法による3割打者0.3、0.37249の近似値は0.4すなわち、打率1、3で4割打者という言い方になる。以下の表に12進法の小数と、それに相当する分数や小を掲載する。割り切れない小数の循環部分は下線で表す。 12は3と4では割り切れるが5では割り切れないため5で割った際に循環小数になって割り切れない例が多数発生する5が対応できなくても4と3が対応できることから12進法は小から大への分割法をとっているのが特徴であるここでは10を A11 を B と表記する12進名数法とは12を底とする名数法である 自然言語で十二神明数法の数字を持つ者は少ない。ナイジェリアのジャンジ語、ジャンジ、ビリニラグ語、グビアリーニラグ、グワンダラゴニンビア方言、ニンビア、ピティ語、ピチなどが十二神明数法のグループを作り、また、ネパールのチェパン語、チェパングも十二神明数法を用いている。十ではなく十二が底になった理由として、片手の人差し指から、 小指の、計十二個の節を親指で示す数え方が示唆、されている。以下に、グワンダラゴニンビア方言の数詞を示す。ゲルマン語派の数詞は十二以下と十三以上とで、構成が異なる。以下に、英語、ドイツ語、スウェーデン語の数詞を示す。十一、十二の数詞の語言は、それぞれ一余り、二余りを意味するエインリフ、ツアリフであり。 十二進法ではなく十進法に基づく数詞だが十三以上と構成が異なるのを十二、進法の影響とする説がある。英語のハンドレットなど、現在百を意味する語は中世までは百二十を意味することがあった、を参照。路地版は十、十一、十二に個別の数詞があり、十二進法に対応している。実際には十六進法にまで対応する。現在、 十二進法はもっぱら単位形で使われている。数は重心奇数法で9、10、11と表し、12や144に至ると、桁ではなく、単位を繰り上げる。単位の十二進法は、言語の数詞とは、無関係に発生したと考えられる。1年がほぼ12ヶ月であること、360、30イコール12、満月と新月の回数がほぼ12回にちなむとされる。 メソポタミア文明では、これが一年を十二ヶ月とする歴法となり、十二は三十と同様に主に時間を示す、異の奇数となった。一日二十四時間の二十四は十二の二倍であり、六十神法の六十は十二と三十の最小項、倍数である。王道十二宮はこれに基づく。中国の十二史も王道十二宮と同じように、循環する十二神法である。 また12は34であり、1とその数以外の約数が2、3、4、6の計4個と多く、分割に便利である点も、12進法の単位が用いられる一因となった。1とその数以外の10の約数は2と5の計に、個しかない。例えば、通貨を3単位4の12進法にすると、1728。 イコール12の貨幣を12、イコール12と36、イコール123、124と144、イコール12と432、イコール123、124の4種類の貨幣に分けて、432の貨幣が2枚で2分割、1728に、イコール864したり、432の貨幣が1枚144の貨幣が1枚で3、分割、 17283イコール576したり、432の貨幣が1枚で4分割。17284イコール430にしたり、144の貨幣が1枚36の貨幣が2枚で8分割。17288イコール216したり、144の貨幣が1枚36の貨幣が1枚12の貨幣が1枚で9分割。 17289? イコール190にしたりすることが可能になる。口述のペンス通貨やアス通貨が、このような3分割と4分割を考慮した単位に、通する。日本では、12ヶ月を1年というのに対して、144ヶ月、イコール12年を1回りという。物の数を表すダース、12、グロス、144イコール12、グレートグロス。 1728イコール12、スモールグロス、120イコール120という単位があり、西洋で用いられる。1971年2月15日まで、イギリスポンドは、1ポンドは240ペンスであり、12ペンスが1、シリング、20シリングが1ポンドであった。この他にも、ヤードポンド法は12新法が主流であり、 長さの1フィートイコール12インチイコール144ラインイコール1728ポイントである。同じく、1トロイポンドイコール12トロイオンスイコール144スカラプルイコール1728シートである。プラモデルの縮尺に1、144イコール12が多いのも、12フィートすなわち144インチを逆数にしたサイズが由来である。また、 ローマ帝国の数子や単位は十0進法が通例であったが、アス、アズ通貨は異例で十二進法を想定した単位を設定した。アス通貨の株単位として、1、2アスのセミス、セマイズ、1、3アスのトリエンス、トラインズ、2、3アスのベス、ベス、1、4アスのクオドランス、クワドレンズ、3、4アスのドドランス、デドレンズ、1、6アスのセクスタンス、 セックステンス、1、12アスのウンシや、ア、5、12アスのクインクンクス、クインコーンクスが使用されており、中でもセマイズは、半を意味する、接頭時セミの語源にもなっている。しかし、1、144アス、イコール1、12ウンシやや12アス、イコール144ウンシアの単位は設定されず、1、24アスのセミウンシや、セミアトニアス、 イコール24ウンシアのデュポンディウス、デュパンディウスのみであった。12進法は分割が容易である反面、12の類乗数、144,1728,2736が、度数法など、類乗数ではないが、分割が容易な数による単位とは、祖語を生みやすいという問題もある。これは、12の類乗数に解けないものはないという過信が原因である。 12進法は144点満点、144分割の数値間なのに対して、度数法は360点満点、360分割の数値間になり、両者では数値の割合が大きく変化する。特に、度を用いる単位の満点を144とする場合、この点が問題となる。十二進数に直すと四十四は百に対して、 360は260となる。こちらも参照。例えば、日数を12進数で書くと、1ヶ月は26日、2ヶ月は50日、3ヶ月は76日、角度を12進数で書くと、直角は76度、平角は130度、1周は260度、2周は500度、3周は760度となるのに対して、摂氏温度計を、 百四十四度イコール百度沸点にすると、沸点の五八すなわち六十二点五度が七十六度となり、沸点の三八すなわち三十七点五度が四十六度、沸点の一八すなわち十二点五度が十六度となる。別の見方をすると、二百六十は十二の三十倍すなわち一世代イコール三十年イコール、 二十六年と見ることもできる。派生して五百は、機械的な十二進法では五×十二とみなされるが、三十を全体値とする時間の単位では、六十年齢ヶ月十二の六十倍、三十の二倍と見ることもできる。約数を見ても、五百や七百六十など二百六十の倍数は七以外の一から a 1 までのすべてで割り切れるが、100いや1000など、12の累乗数は3と9では、割り切れるが5では割り切れない。例えば、1000は882327イコール3に分解できるのに対して、760は 5×82327 に分解できる。つまり、1000を5 8に縮めるだけで、7以外の1から A10。A までのすべてと23、27で割り切れることになる。したがって、12進数で5でも割り切れるようにするには、18、20、26、30、50、60、76、90、百0 120、260、360、760、1080 10、1060、1800といった5の倍数で単位を設定せねばならない。 なお、15、15、105、1 0 0 10, を割り切るには、10進法や20進法など、そこが5で割り切れる、N 進法に変更すことになる。この場合、12進法とは逆で1、3が割り切れないという不便は発生するが、20進法であれば1桁で1、4と1、5が可能である。また、十二進数で四十四分率を度数法に直す際には、 2.6をかける2倍半にすると求められる0、30、2.6、イコール76、30、100イコール76、260イコール1、4。十二進法の指数えは同じ3で割り切れる六進法とは様相が異なる。十二進法の指数えは親指が指標となり、各指の3つの指骨、末節骨、中節骨、 季節こずを小指から数える。片手を1の位、もう片手を12の位として、片手で12まで数えて、もう一方の手に繰り上げて144まで数える。実際は13進法を用いて168まで数えられるが、一般的ではない。SF 作品でも人類と異なる文明が12進法を使っていると、する設定はよく見られるものである。 H.G. ウェルズは、島民200年、ウェン・ザ・スリーパー・ウェイクス、1899年や、モダンユートピア、A. モダンユートピア、1905年で12進法を使用し、12イコールラズン、144イコール12イコールグロス、1728イコール12イコールドーザンド、2736イコール12イコールミリアドとしている。 JRR トールキンによる人口言語、エルフ語、エルビッシュの数値は十二神法である。英米では十二神法を採用するよう主張する人々がいる。人間の種子の数に由来する原始的で二と五でしか割り切れない十神法より、三でも四でも割り切れる十二神法の方が理にかなっていると去るためである。これらの人々は、 十二進法を表す語として、英語で通常使われる、デュオデッサブルではなく、ダザネルを使う。なお、ダザネルに相当するスペイン語は、どうせ、十二、を形容しかした、ダッシーナルである。十と十一を意味する数字には、A と B を用いず、十を T、または、X、十一を E で、あるいはその変形で表したり、十をで、十一をで表したりする。 これらの十二進法推進団体は、100分率、%、記号は、に変わって144分率、パーグロス、記号は、パーグロスを縮めた、P、G の仕様を、バリしたり、収穫の360度、十二進法で260度,度、から144度、十二進法で100度への変更も、主張している。なお、 重心法以外の採用を進めようという主張は、近年では、コンピュータの日知法との相性から8心法や16心法についても主張されている。しかし、8心法や16心法は、2の累乗数進心法なので、2でしか割り切れない。つまり、1、3や1、5といった奇数分割ができない。2と3で割り切れる N 進法では、12進法の外に、 6進法の是非長短についても議論されている。ユニコード8.0では、12進法のための10、イコール U プラス 218A、180度回転した2と11、イコール U プラス 218B、180度回転した3の2つの数字が、符号位置を与えられた。この2つの数字は、アイザック・ピットマンの考案による。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。